先頭6番の黒川ぶっちぎりました。5番の瞳スタート遅れ挽回しての2番手、3番手岩田、6番黒川勝のゴール。初日グランプリ1着おめでとうございます。ありがとうございます。思想ちょっと瞳さんに話された感じだったのでちょっと不安もありました。タイミングだけ遅れないようにちょっと心がけて思い切り切りました。黒川京介好スタートからすんなりと2番手につけていく、乗っかっていくか7番の岩田博臣であります。1番の田辺が先頭も早くもまくっていこうと、6番の黒川抵抗する1番の田辺、あの場面は自分の方が直線がすごい良さそうだったので早めに決まって良かったです。ちょっと滑りそうだったので滑らせないようにしっかりコース守って走ろうと心がけてました。ちょっと自分のことで必死だったので、はい、ちょっとわからなかったです。前回伊勢崎走った時からちょっと良くなってきていい状態が続いていると思います。ちょっとナイター時間が苦手なのでどうにかそこをちゃんとエンジン作れるように頑張りたいと思います。そうですね、なんとかリベンジして決勝まで駒を進められたらいいなと思います。やっぱり速い人が多いメンバーなのでそこでちゃんと戦えるように、はい、人間的にも勉強の場なので目いっぱい楽しんで走りたいと思ってます。スタートから集中して明日も1着取れるように一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。